皆さんこんにちは、レッティングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。まずですね、前回の、YouTube、ご覧になっていただいた方、本当にありがとうございます。創業者のチャールズ・ベックマンについてのお話っていうところの回だったんですけども、たくさんの方に喜んでいただけたのかなというふうに思っております。本当に多分今までで一番コメントもいただいた回だったのかなと思って僕たちは全部のコメントも見させていただきました。本当にレッドウィングについてとか本当にこういろんなコメントいただいて本当に改めて、ありがとうございます。でまあそこで多分見ていただいた方がですね、こうすごくこうベックマンすごく注目というか言ってると思うんですけども、まあ、ここでちょっと改めて、レッドウィングといえばやはり代表的な品番は、875というところなので、僕たちはここであえて、875を、またフォーカスして、皆さんに改めてこう875の、良さをちょっと感じてもらえる回に、今日はしたいなというふうに思っております。はい。でそこで875をこれまで、このチャンネルで、お話ししてきた時っていうのは実は僕は一本も、出てなくてですね、ゆきさんと、ケンタさん、2人がお届けしてきた2本だったんですけども、今回、僕が1人で、実は、温めていた企画を、やらせていただきたいなというふうに、思っております。でその企画というのはですね、今年何着ようかなとか、なんかそういう着こなしの楽しみを感じられる、季節が、やってきたというところで、875、ルックブックみたいな感じで今日は、やりたいなというふうに、思っております。では早速ちょっと一つ目のコーディネートの話に行く前なんですけども、そもそもちょっとこの875の回をこれまでちょっとゆきさんとけんたさんにお願いしてて、急に僕が一人でやる理由も、イベントで結構お客様とこう僕も接客させていただいたりとか直接お話しさせていただく機会が結構あるんですけども、その時にですね、ちょっと本当にいつも YouTube 見てますとか応援してますとかってこう言ってくださるお客様の方と、実際にそのままフィッティング接客する時にすごくこういつも見てますとかって言ってくださるのに、一番好きな回は何ですかって僕聞いたら875の回ですって言うんですよね。僕ちょっと出てなかったんで今回は、僕が一人で、ちょっと頑張って、この回が一番好きって言ってもらえるようにやっていきたいなと思います。じゃあ早速、この一つ目のコーディネートなんですけども、割と結構、王道な、スタイリングなのかなっていうふうに、思ってます。まあ、このファースト型、いわゆるまあちょっと対戦型って言われる、この G ジャンに、まあ、本当にリキズですねに合わせて、875っていう感じで、でもちろんこのセットアップでデニムオンデニムみたいな感じで、逆に僕今までそこまでのスタイリングでこう875を合わせたことがなかったので、すごく個人的には、新鮮だなと思ってます。なのでこの秋冬ちょっと、自分も積極的にやっていきたいコーディネートです。2つ目の、コーディネートになります。このコーディネートはですね、まさにちょうど今ちょうどいい、季節のコーディネートなのかなというふうに、思っています。875の、スタイリング、去年もこの冬銅箔みたいな時に僕お話しさせてもらってると思うんですけど、ちょっとこう青っぽい色にやっぱり僕このオロレガシー合わせたくなるみたいなのを去年も言ってるんですけど、やっぱり今年もその感じっていうのは僕変わらなくて、でちょっとデニムの丈感もちょっと気持ち、短めのデニムを選んで、よりちょっと875のメインにというか、足元が行くような感じのスタイリングです。割と結構僕は多分この感じが、すごく一番多いスタイリングなのかなと思うんですけど、その中でもこのロレガシー合わせることでちょっとこう目線が、レッドウィングに行くので、いよいよアベ75って言ってもいいぐらいになってきてるんで、まさに、ぴったりな、スタイリングじゃないかなと思ってます。今年
そうですね、年明けぐらいから仙台出張とか、まあ、北の方に行く機会が、今年は、例年以上に多くてですね、割と早めにちょっとこういった重めのアウターとかも、着る機会が増えてくるんですけども、まあ、そういった時に出張の時とかやっぱりこう少しでもこう快適な、格好をして割と移動しがちな時に、結構多くなるスタイリングになるんですけども、このコーディネートのポイントは、まあ、そのスウェットだったりとか、そういったところに、まあ、レッドウィングこの875を合わせるっていうのも個人的にはすごくかっこいいスタイリングなのかなと思って、まあ、これがちょっとスニーカーとかだとちょっとこうラフすぎるんですけど、ここで1個875が、加わるとよりこうしっかりとした、まあ、軸が、できるので、上下、スウェットでもすごくこうしっかりとしたコーディネートになるのかなと、思っています。でこのコーディネートのですね、一番のポイントは、キャップが、僕はジャイアンツファンなんですよね。プロ野球の、いわゆる読売巨人軍の小学校の頃から大ファンでして、ジャイアンツといえば、オレンジというところで、オロレガシーと、ジャイアンツのキャップ、まあ、ここで色を合わせてるっていうスタイリングになります。なのでジャイアンツファンで知る人ぞ知る、おあいつまさか足元と合わせてんだなみたいな、はい、ちょっとそういうようなクスッとなるような、ちょっとそういった意味合いも持たしてる、はい、コーディネートになります。続いてきっと男性のユーザーの皆様にはきっと共感がどこかしらではあるかなと思うんですけど、自分がこう若い時とかに、なかなかこう手が届かなかったものだったりとか、憧れてたものだったりとかっていう、なんかそういうのってきっとあると思うんですけど、僕が今ちょっと着てるジャケットがまさにそれなんですね。そういう何かものをこう手にした時とか高揚感とかってずっとこう忘れなくて、でそれをこう身につけてる時の幸福感ってすごくこうレッドウィングと通ずるものが僕はあるなと思っていて、当時高校生の時にこのレッドウィングを初めて親に買ってもらった時、なんかそういう思い出だったりとか思い出すきっかけになるアウターを、あえて、ここにちょっと持ってきたのは、レッドウィングを履いた時のちょっとこう初心に戻れるような、コーディネートっていう意味で、憧れのジャケットとレッドウィングをちょっとミックスする、自分にとってもすごくこういろんな思いが、重なる、コーディネートになります。でこのジャケットなんですけども、ちょっと一つエピソードがあって、もともと買った時、まあ、僕そんなに身長も大きくないので、規格がやっぱりアメリカ規格のブランドなので、ちょっとやっぱりこう袖とか、肩とかが若干大きかったんですよ。購入した時やっぱりちょっと着たいなってちょっとこう思った時に、お直し屋さんにちょっとお願いして出したんですね。でそのお直し屋さんに出したら、やっぱりこうすぐ着たくなって、ちょっとやっぱね、この冬着たいんでどうにかなんかお願いできないですかみたいな話をして出してたんですよ。でその期間待ってる間にその話を実はユキさんにしたらですね、そのお直し屋さん、結構ユキさんがよく行くお直し屋さんで、僕のその話すでに知ってたっていう、まあまあ恥ずかしい、ちょっとそういった思い出も詰まってる、はい、ジャケットになります。最後の、コーディネートになります。で最後のコーディネートはちょうどそうですね、公開されて今から1ヶ月ぐらい前にレッドウィングの、ホームページの特集ページのところで、古着屋さんの広島のリードさんとの、代表の高尾さんとちょっと対談させていただいた、特集が上がってるんですけども、その時にちょっとこうヴィンテージとレッドウィングみたいなお話をさせていただいたんですね。でその時にまあ高尾さんともちょっとお話ししてたんですけども、ヴィンテージを買うことは、歴史を買うことで、レッドウィングは、これから歴史を作っていけるっていう、なんかそういったお話をちょっとこうさせていただいた時に、なるほどって僕もちょっと改めて思うことがあって、なのでちょっとその、
ヴィンテージとちょっとこうレッドウィングをこう合わせるっていうのもなんかいろんなところでこうミックスするようなところがあって、個人的にも好きなスタイリングなんですけども、より意味がこう深まったなっていうふうに思うコーディネートになります。で、最近ちょっと僕のプライベートの話なんですけども、とある古着屋さんに休日の時に洋服を見に行った時に、若い、僕よりも若い5人組ぐらいの、方が、本当にこうみんなで古着をこう漁ってたんですよ。ですごい一生懸命なんかこう掘ってるなと思って見てたら、その5人全員新品ほやほやのレッドウィングをこう、履いてくれていて、で5人がそれぞれ875履いてる子もいて、アイアンレンジャー履いてる子もいて、スーパーソール履いてる子もいてみたいな感じでこうスタイリングを組みながら古着屋をこう漁ってるっていうのもなんかすごくいいなと思って透明で見てすぐサッと出たんですけど、すごく嬉しかった、微笑ましい、記憶があります。もうブームって言ったらもうちょっと失礼なぐらい、やはりこうちょっとこう古着だったりとか、なんかこう新しく生まれたものもそうですけども、ずっとこう、あるものをこう回っていくみたいな、そういったサイクルの中で、足元はレッドウィングでみたいな、なんかすごくこう嬉しいなと思っててます。で、なんかそういったなんか部分も自分も取り入れてるコーディネートになります。いかがだったでしょうか。結構ちょっとスタイリングいろいろ組んだんですけども、やはり結論875万能説みたいなところは実証できたんじゃないかなっていうぐらい、やっぱりこう僕も改めていろいろコーディネート考えた時にすごく合わせやすいのはもちろんなんですけども、コーディネートのバランスを考えれば主役にもなるし、で逆に言ったら何かそのコーディネートの引き立ての説得力を増してくれるような存在になる、一足になるなっていうのを改めて、感じました。でまたやっぱり875のすごく僕は一番いいところだなっていうのは、やっぱり履く人によってその表情がやっぱりこう全然変わってくるっていう、正直そうですね、コメント欄とかでも安倍ブラッシングだぞとかそうですね、きっとレッドウィングの僕の先輩方ですかね、たくさん履いてくださっている視聴者の先輩方に、まあ、ブラッシングしっかりやれよというコメントだったりとかもいただくんですけども、まあ、結構僕は割とそのまんま のスタイルで言ってるんですけど、そういった感じでやってる場合もあれば、しっかりとこうオイルだったりとかケアをまめにやっていくその表情だったりとか、本当にこうそれぞれの表情になっていって、唯一無二なところを楽しめるのがやはり一番875かなっていうふうに思っています。で今日僕が今着てるこのデニムも、実は僕初めてのり付けまでして、自分でちょっとこうエイジングしているデニムになるんですけども、それと一緒にちょっとこの875のエイジングもこう楽しめるっていうのは、まあこの季節的にもこれからすごくぴったりなタイミングになるので、改めて875も、まあ、デニムと同じように自分のシワだったりとか、そういった楽しみっていうのはあると思うので、ぜひ改めてちょっと875でなんかそういったところ感じてもらえたら、より楽しめるのかなと思います。最後にお知らせになるんですけども、今ちょうど、インスタグラム上ですね、レッドウィングジャパンの公式インスタグラム上で、この875を使ったスタイリングがふんだんに、ちょうど公開されています。で875にはですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、同じ革で3375っていう、レディースの、品番も、ございます。まあ、本当にベックマンが出てすごくこういろんな方が盛り上がっているこのタイミングで、875と3375にフォーカスを当てたビジュアルをちょうど今公開しております。でこのルックを見ていただくと、実はちょっとしたストーリーが含まれています。一人の男の子が875、まあ、レッドウィングを初めて履く時に、なんかこういろんなことを考えながら、レッドウィング履いた時、まずはこういう格好したいなとか、875僕のはこういう風に育つのかなとか、
レッドウィングを履いたらこういう友達だったりとか、自分より先にレッドウィングを履いてる人のところにちょっと憧れて、やっぱ人の方がかっこよく見えたりとかってあると思うんですよ。でも結局足元見ると、いや俺のもかっこいいなとか、うん、なんかそういったようなストーリーをちょっとこう含みながら、ちょっとあの撮影したルックで、まあ実はちょっとオチもあるんですけども、まあ今公開されてっているので、そのあたりもぜひあのルックも、じっくり見ていただければなと思います。ちょっと875について、多分初めてですね、僕こんなにたくさんお話しさせていただいたのは、すごく最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。ちょうどこの動画が上がった2日後に、実はちょっと最初の頃にイベントスケジュール入れてたところには入ってなくて、新しく、イベントが、1日増えました。その2日後にはですね、ジャンキースタイルさんで、今回イベントさせていただくことになりましたので、僕も、ゆきさんも、営業の、スタッフも含めてお邪魔させていただきますので、ちょっとスケジュールが急になってしまったんですけども、お近くに、いらっしゃる方はですね、ぜひ、お越しいただければなと思います。ちょうどこの875僕履いていくと思うので、ぜひ、ちょっと阿部75を見に来ていただければなと思います。最後に、なるんですけども、引き続きYouTube の方運営していきますので、チャンネル登録、まだの方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、コメント欄とかに何か、今日の感想であったりとか、875の好きなところだったりとか、何かそういったことを今日ぜひコメントの方に、していただければなと思います。今日もありがとうございました。